海岸線のパラドックスの一例。グレートブリテン島の海岸線を 100km 単位で測ると約 2800km になる。50km 単位で測ると約 3400km となり、およそ 600km 長くなる。海岸線のパラドックスとは、陸域の海岸線の長さは1位に定まらないという反直感的な見解。これは海岸線が フラクタル的性質、すなわち海岸線が一般にフラクタル次元を持つことに由来する。この現象はルイス・カイ・リチャードソンが初めて示し、ブノワ・マンデルブロにより拡張された。測定された海岸線の長さは、それを測定する方法と地図制作の一般化の程度によって変わってくる。陸上には数百キロメートルから、 ミリメートル単位まで、あらゆるスケールの知物があるため、測定にあたって考慮すべき最小の知物はなく、従って、ただ一つの正しい外周線は存在しない。最小の知物の大きさについての前提により、様々な近似値が存在する。この問題は、他のより単純な船長の測定とは、根本的に異なる。例えば理想的なまっすぐの金属棒の長さであれば、 測定器具を使って、ある量よりも小さく別の量よりも大きいと定義することで、一定の不確かさのもとで正確に測定できる。測定器具の精度が高ければ高いほど、結果は線の実際の長さに近くなる。しかし海岸線を測定する場合、測定値が増えても結果の精度が上がらず、値が増大していくという問題が生じる。金属棒とは異なり、 海岸線の長さの最大値を得る方法はない。長さの基本概念は、ユークリッド距離に由来する。ユークリッド幾何学では、直線は2点間の最短距離を表す。この線は、ただ一つの長さを持つ。球面上では、これは、大円距離に置き換えられる。大円距離は、両方の単点と球の中心を含む、平面上にある球面の曲線に沿って測定される。 古城はより複雑だが計算可能である。定規で測定する場合、図のように点を結ぶ直線の合計を求めることで、曲線の長さを近似できる。数本の直線を使用して、曲線の線長を近似すると、実際の長さよりも短い近似値が導かれる。より短い線を用いると、合計は曲線の実際の長さに近づいていく。この長さの正確な値は、 微積分を使って見つけることができる。下のアニメーションは滑らかな曲線に正確な長さを割り当てる方法を示している。ただし、この方法ですべての曲線を測定できるわけではない。フラクタルは定義上複雑さが測定スケールによって変化する曲線である。滑らかな曲線の近似値は測定精度が上がるにつれて単一の値に収束する傾向があるが、 フラクタルの測定値は収束しない。このシェルピンスキー曲線は、同じパターンをより小さなスケールで繰り返すもので、船長が増大し続ける。無限に分割可能な気化空間を仮定した場合、その長さは発散する傾向にある。同時に、曲線によって閉じられた面積は厳密な値に収束する。島の面積がその海岸線より容易に計算可能なのと同様である。 フラクタル曲線の長さは常に無限大に発散するため、無限、またはほぼ無限の分解能で海岸線を測定する場合、海岸線の長さは無限大になる。ただし、この図は空間が無限小の部分に分割できるという仮定に基づいている。ユークリッド幾何学の根底にあり、測定において有用なモデルとしての役割を果たす、この仮定的真理値は、 哲学的推論の産物であり、原子レベルの空間と距離の変化する現実を反映するかはわからない。例えば、原子よりも桁違いに小さいプランク長が宇宙にあるうる最小の測定可能単位として提案されている。海岸線はマンデルブロ集合のような理想的フラクタルよりも不明確である。前者は統計的にランダムにパターンを生み出す。 様々な自然界の出来事によって形成されるのに、対し、校舎は単純かつ、定型の配列を反復することで生成されるためで、ある。実際には、無限フラクタルの概念は、海岸線には適用できない。より正確な測定器具を使用すると、他の実際的な測定上の問題が生じる。ありがとうございます。